つくダンズンブンブン。おーはー、山ちゃんです。今週は小春ちゃんとおはがる3人がスタジオを飛び出して海に行っております。小春ちゃんの回答は全然上がってないけど、4人ともしっかり番組盛り上げて。8月10日月曜日、今日も元気に、せーの、おーはー、イエーイ。やったやった。今日は小春ちゃんが私たちを遊びに連れてってくれるそうなんです。カルちゃんのコーハーはいいんだけど、今回私に任せてって言ってたけど、一体どこで何をするつもりなんでしょう。山ちゃんちょっと心配、意外と天然なとこあるから。あの建物が葛西臨海水族園です。私、ね、遠足で前来たことありますよ。私も来たことあります。世界中の生き物たちがたくさんいるんですよね。そう私初めてです。あ、そうか、生見たからね。そうなんです、こちらが葛西臨海水族園。東京近郊に住んでいる小学生なら遠足などで一度は来てる場所かもしれないね。それまで不可能とされてきたマグロの展示に、なんと世界で初めて成功した水族館なんです。マグロの他にも可愛い魚やペンギンたちもいっぱい。さてさて、小春ちゃん、ここに来た目的とは。この水族館には500種類4万5000点の海の生き物がいるんですよ。すごい、たくさんいるんです。そこで皆さんには、海の生き物検定を今週はしていただいて、シーマスターを目指してもらおうという企画なんですよ。というわけで、目指せシーマスター、海の生き物検定。おはがある3人はシーマスターの称号を得ることができるのか、みんなも一緒に挑戦してね。今回葛西臨海水族園を案内してくれる人をお呼びしたいと思います。松山さん。はい、松山さん。おはー、葛西臨海水族園の松山です。はい、通称マッキーです。マッキー、はい、じゃあマッキーと呼んでください。はい、よろしくお願いします。なんでマッキー、マッツーじゃないの。まあいいや、海の生き物検定お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。みんな、先生の言うことをちゃんと聞いて楽しい楽しい夏休みを過ごそう。イエーイ。じゃん、はい、はい、イワシの水槽にやってきました。サメとイワシはこの水槽の中でどのくらいいるんですか。そうですね、大体イワシがですね、5000匹ぐらいいます。5000匹。すごい。あと聞きたいことがあるんですけど、シモクザメのシモクってどういう意味なんですか。シモクザメのシモクっていうのはですね、お寺にある鐘がありますよね。はい、ありますね。そういう鐘を叩くときに使う木槌や、それから棒のことを言うんですね。なるほど。はい、そういうのをシモクって言うんですね。そうなんです。それに似てるからですか。どうなんでしょうか。それではここで海の生き物検定、まずはシュモクザメからいってみよう。この頭の形から丸々ヘッドシャークって言われてるんですけど、丸々に入るのは何でしょう。あ、はい、分かったかも。だってこんな形してるから。そうそう、頭の形がヒントです。シュモクもいいヒントになってるかもね。じゃん、金槌ヘッドシャーク。じゃん、掃除機ヘッドシャーク。おー、はい、知ってますよね、みんな。お餅をつくウス、はい、はい、キネキネウスウスキネウスキネウスキネヘッドシャーク。イエーイ。イエーじゃねえよ、キネはいいけどウスは関係ないだろ。ウスウスキスケ、滑ったよ。正解はですね、ハンマーヘッドシャーク。シモクザメの頭は大きな金槌に似ていることから、ハンマーヘッドシャークって呼ばれてるんですよ。はい、よく見てください。ほら、似てるでしょ。ねえ、ひでみ、ほぼ正解でございますね。リサ子のあの掃除機ヘッドシャークってのもなかなかいい答えだったね。さあ、この後もどんどん海の生き物検定やっちゃうからね。さて、海の生き物検定第2問もシモクザメからいっちゃいますよ。頭がこういう形をしてるじゃないですか、はい、実はこの頭の部分がすごい役割を果たしているんですよ、はい、何の役割を果たしているでしょうか。全然わかんない。さあ、みんなも考えて、シモクザメの頭の役割とは一体何なんでしょうか。まゆ、期待してないよ。じゃあ、頭の
武器で行き先が決めれる。じゃん。早く泳いで仲間を呼ぶ。じゃん。左右に回りやすくするためにこれが必要。ひでみとまゆが方向を変えるという意味でほぼ同じ答えだね。正解は実は向きを変えるためなんですね。そう、このシュモクザメのハンマーヘッドは飛行機の尾翼の役割をしていて、この頭のおかげで進む方向を簡単に変えることができるんだって。さらにこの頭は障害物や敵を感知するレーダーの役割も果たしているんですよ。すごいな、ハンマー。まゆちゃんも正解です。まゆちゃん正解。ひでみちゃんも正解です。続いてはジャンガスポーツです。今日のスポーツはこれ。え、分かるかな、これ、続いては朝顔日記。山ちゃん、小春の朝顔どうなってますか。私たちの朝顔はどうかな。綺麗な花が咲いたかな。オハスタ朝顔日記、月曜から金曜のオハスタメンバーの朝顔、今週も観察しましょう。こちらはオハガールの朝顔ですが、わあすごい、6つも咲いていました。小春ちゃんも4つ咲いてますね。どちらも絶好調。朝顔さん、もっとお花を咲かしてね。頑張れ、ゴーハイ。わー、なになになに、わー、なんか危険なおじいさんの匂いがする。匂い、匂い、匂い、どこだろう。ここで今週のプレゼント。今週は文房具も可愛く大変身させちゃおう。極上めちゃモテ院長ステーショナリーシリーズをセットで5名様にプレゼント。番組の感想、イラストなどを書いてこちらの宛先までどんどん送ってね。待ってます。さて、海の生き物決定第3問目は5000匹のイワシから。イワシは漢字で書くと魚へんに弱いって書くんです。陸に揚げるとすぐに弱ってしまうことから昔は弱しって呼ばれていたんだけど、それが変化してイワシになったんだって。弱し弱しイワシイワシってね。イワシは群れになって泳いでいますが、なぜ群れになって泳いでいるのでしょうか。弱い魚と書いてイワシってのはこれ大きなヒントだな。さあ皆さんは分かりましたか。じゃあ私はこれです。じゃん。食べられないように群れて身を守る。じゃん。はい、私もちょっと似てるんですけど、敵から身を守る。じゃん。食べたいのがもし自分が一人で動いたら、サメにうわーって自分だけが狙われちゃうじゃないですか。だけどみんなでいれば多分あいつが狙われるだろうなっていう心の休まり。そうそう、自分だけ助かればそれでいいもんねって、こらひどい考えだな、まゆ。正解はですね、敵から身を守るためです。そうなんです、イワシが群れになっているのは大きな敵から身を守るため。自分たちを大きく見せたり、襲われた時にバラバラに散って敵を惑わせることで自分たちの身を守っているんです。ひでみとりさこ、見事正解。というわけで今日はここまで。もう終わりなんですか。はい、がっかり。がっかり、番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。明日はですね、なんとこの水族館の一番の目玉の生物を見学しますので、一番目玉の生物をどんどんやっていきますので頑張ってください。それでは今日も元気に早寝さあ、明日は山ちゃんが大好物の、はい、この大きな魚登場しますよ。楽しみだな。それではみんな今日も元気におーはー。